天然痘、天然痘、天然痘、スモーアルポックスは天然痘ウイルス、バリオラウイルスを病原体とする感染症の一つである。放送、闘争とも言う。医学界では一般に、モガサの語が用いられた。放送の語は、平安時代、闘争の語は、室町時代、天然痘の語は1830年の大村藩の一種の文書が書出である。 非常に強い感染力を持ち、全身に脳胞を生ずる。死率が平均で約20%から50%と非常に高い。仮に治癒しても、半抗、一般的に、アバタと呼ぶを残す。天然痘は、世界で初めて撲滅に成功した感染症である。天然痘ウイルス、バリオラウイルスは、ポックスウイルスか、オルソポックスウイルス属に属する。 DNA ウイルスである。直径200ナノメートルほどで、数あるウイルス中でも最も大型の部類に入る。天然痘の原型となるウイルスは、ラクダから人類へと入り、そこで変化を起こして、天然痘ウイルスが成立した可能性が高いと考えられている。人のみに感染、発病させるが、脳法内容を、ウサギの角膜に移植すると、 パッシェン固定と呼ばれる風乳体が形成される。これは天然糖ウイルス本体と考えられる。また、牛糖やサル糖、ラクダ糖といった禁煙種の病気が存在する。サル糖はしばしば重篤化し人の命を奪うことがあるが、牛糖やラクダ糖など他の禁煙種の病気は人類に感染しても軽い発熱や水泡が出る程度で、非常に軽い症状で済む上、できた免疫は、 天然痘と共通する。この性質を利用して牛痘をあらかじめ人類に摂取する主刀法が確立され、天然痘の撲滅が達成されることとなった。天然痘は独特の症状と経過をたどり、古い時代の文献からもある程度その存在を確認し得る。大まかな症状と経過は次の通りである。天然痘ウイルスの感染力は非常に強く、 患者のかさぶたが落下したものでも1年以上も感染させる力を持続する。天然痘の予防は首都が唯一の方法であるが、首都の有効期間は5年から10年程度である。何度も首都を受けた者が天然痘に罹患した場合、過等、火星天然痘といって症状がごく軽く、反根も残らないものになるが、その場合でも他者に感染させることはある。 死導というワクチン接種による予防が極めて有効。感染後でも3日以内であれば、ワクチン接種は発症あるいは重症化の予防に有効であるとされている。また、科学療法を中心とする対象治療が確立されている。天然痘の正確な起源は不明であるが、最も古い天然痘の記録は、紀元前1350年のヒッタイトとエジプトの 戦争の頃であり、また天然痘で死亡したと確認されている最古の例は、紀元前1100年代に没死したエジプト王朝のラムセス五世である。彼のミイラには天然痘の芋が認められた。アルラーズイーが著書天然痘とマシンの書、キーターブファイアルジャダリワールファスバーにおいて、マシンと天然痘の違いについて言明した。 紀元前430年のアテナイの薬病は、アテナイのペストとも呼ばれたが、記録に残された症状から天然痘であったと考えられる。他に、マシン、発信チフス、あるいはこれらの同時流行とする説もある。165年から15年間ローマ帝国を襲ったアントニヌスの薬病、アントニヌスのペストも天然痘とされ、少なくとも350万人が死亡した。 その後、12世紀に十字軍の遠征によって持ち込まれて、以来、流行を繰り返しながら、次第に定着し、ほとんどの人が罹患するようになる。ルネサンス期以降肖像画が、坂に描かれるようになったが、天然痘の反抗を描かないのは、暗黙の了解事項であった。コロンブスの上陸以降、白人の植民と共に、天然痘もアメリカ州に侵入し、免疫のなかった。 先住民であるインディアンに激甚な被害をもたらした。白人だけでなく、奴隷として移入されたアフリカ国人も感染源となった。旧大陸では久しく流行状態が続いており、住民にある程度抵抗力ができて、症状や死亡率は軽減していたが、牛馬の家畜を持たなかったアメリカインディアンは、天然痘の免疫を持たなかったため全く抵抗力がなく、 ところによっては、死亡率が9割にも及び、全滅した部族もあった。他にも、マシンや流行政治家1000円、オタフク風邪などがヨーロッパからアメリカに入ったが、ことに、天然痘の被害は、最大のものであり、白人の北アメリカ大陸征服を助ける結果となった。新大陸の二大帝国であったアステカと、インカ帝国の滅亡の大きな原因の一つは、天然痘であった。 アステカに天然痘が持ち込まれたのは1520年頃、エルナンコルテスの進行軍によってであると考えられているが、天然痘は柴叩く間に大流行を起こし、モクテスマ二世に代わって即位した新王、クイトラワクを病死させるなどして、アステカの滅亡の原因の一つとなった。さらに、スペインの占領後も天然痘は猛威を振るい、圧政や強制労働、 マシンやチフスなど他の薬病も相まって征服前の人口が推定2500万人だったのに対し16世紀末の人口はおよそ100万人にまで減少し中央アメリカの先住民社会は壊滅的な打撃を受けたまたインカ帝国においては侵攻を受ける前にすでにスペイン人の到達していたカリブ海沿岸地域から天然痘が侵入し 現在のコロンビア南部において1527年頃に大流行を起こした。この大流行によって、当時のインカ皇帝であるワイナカパックと皇太子であるニナンクヨチが共に死去し、空位となった王位をめぐってはスカルとアタワルパの二人の王子が帝国を二分する内戦を起こした。この内戦はアタワルパの勝利に終わったものの、インカの国力は疲弊し、 スペインのフランシスコピサロによる征服を許す結果となった。さらに、インカ帝国においても征服後は、同様に天然痘をはじめとする薬病が大流行し、先住民人口の激減を招いた。北、アメリカでは白人によって故意に天然痘がインディアンに広められた例もあると言われている。フレンチ・インディアン戦争やポンティアック戦争では、 イギリス軍が天然痘患者が使用し汚染された毛布等の物品をインディアンに送って発病を誘発、殲滅しようとしたとされ19世紀に入ってもなおこの民族浄化の手法は続けられた。モンタナ州のブラックフット族などは部族の公式ウェブサイトでこの歴史を伝えている。ただし肝心の英国側にはそのような作戦を行った証拠となる記録はない。中国では 南北朝時代のが四百九十五年に北義と交戦して流入し流行したとするのが最初の記録である。頭や顔に発疹ができて全身に広がり多くの者が死亡し生き残った者は反根を残すというもので明らかに天然痘である。その後短期間に中国全土で流行し六世紀前半には朝鮮半島でも流行を見た。 日本にはもともと存在せず、中国、朝鮮半島からのト来人の移動が活発になった6世紀、半ばに最初のエピデミックが見られたと考えられている。折しも白木から弥勒菩薩像が送られ、美月天皇が仏教の普及を認めた時期と重なったため、日本古来の神をないがしろにした新罰という見方が広がり、仏教を支持していた蘇我氏の影響力が低下するなどの、 影響が見られた。日本初期には、傘発、いでて、死、みまか、るもの、みやかれ、うたれ、サイサイかれるがごとしとあり、草を発し、激しい苦痛と高熱を伴うという意味で、天然痘の初めての記録と考えられる、マシンなどの説もある。585年の微脱天皇の崩御も天然痘の可能性が指摘されている。 七百三十五年から七百三十八年にかけては、西日本から機内にかけて、大流行し、遠藤僧、ワンズカサ、もしくは、遠藤僧ともと称され、平常系では政権を担当していた、藤原四兄弟が相次いで死去した。四兄弟以外の後位貴族も相次いで死亡した。こうして、政治を行える人材が激減したため、朝廷の政治は大混乱に陥った。 この時の天然痘について、俗古事断などの記述から、当時白木に派遣されていた使い白木氏の往来などによって同国から流入したとするのが、通説であるが、県白木氏の白木到着前に最初の死亡者が出ていることから、反対に日本から白木に流入した可能性も指摘されている。奈良の大仏造営のきっかけの一つがこの天然痘、流行である。ヨーロッパや中国などと、 同様、日本でも何度も大流行を重ねて、江戸時代には定着し、誰もがかかる病気となった。天皇さえも例外ではなく、東山天皇は天然痘によって捕護しているほか、公明天皇の死因も天然痘との記録が残る。天然痘を疑心化した放送神は悪心の一つとして恐れられ、日本各地には放送神よけの神事や行事が今も数多く残っている。 放送紙は犬や猿、赤色を苦手とすると考えられたため、赤いものや犬の張り子、猿の面などをお守りとして備える地域も存在した。福島県合津地方の郷土玩具である赤べこや、岐阜県飛騨地方の猿ボボなど、子供向けの郷土玩具に赤いものが多いのは、天然灯余計を目的としていることが多い。吉村明の時代小説、破線には、 天然痘患者が赤い衣装を身にまとう描写がある。岐阜市にある、延山寺、岩井山笠上や神奈川県の上高寺、日本各地に存在する、草上稲神社などのように、放送よけに霊言があると考えられた神社仏閣は各地に点在しており、現代でも信仰を集めている。北海道には、江戸時代、本州から渡来した船乗りや商人たちによって、肺結核 バイドクなどと共に伝播した。伝染病に対する抵抗力のなかったアイヌは次々にこれらの病に感染したが、その中でも特に恐れられたのが天然痘だった。アイヌは水玉模様の着物を着た包装紙、パヨカカムイ、パコロカムイが村々を回ることにより、天然痘が振りまかれると信じ、患者の発生が伝えられるや、村の入り口に、 匂いの強い行者ニンニクやトゲのあるタラの木の枝を、魔除けとして掲げて、病魔の退散を願った。そして自身は顔にすすを塗って変装し、数里も離れた神聖とされる山に逃げ込んで感染の収束を待ち続ける。江戸家を通じて、天然痘の流行が繰り返され、アイヌ人口が減少する一因となった。幕末の1857年に、 アイヌを対象に大規模な手刀が行われ、流行にようやく歯止めがかかった、後日。天然痘が強い免疫性を持つことは、近代医学の成立以前から経験的に古くから知られ、紀元前千年頃には、インドで人痘法が実践され、天然痘患者の脳を健康人に摂取し、軽度の発症を起こさせて、免疫を得る方法が行われていた。 この場合、脳を乾燥させてある、程度弱毒化させた後に行われることが普通であった。この人頭法は18世紀前半にイギリス、ついでアメリカにももたらされ、天然痘の予防に大いに役立った。しかし、軽度とはいえ実際に天然痘に感染させるため、時には治らずに命を落とす例もあった。統計では予防接種を受けた者のうち、 2%パーセントほどが死亡しており、安全性に問題があった。18世紀半ば以降、牛の病気である牛頭、人間も罹患するが、犯根も残らず軽度で済むにかかったものは、天然痘に罹患しないことが分かってきた。その事実に注目し、研究したエドワード・ジェンナー、エドワード・ジェンナーが1796年、8歳の少年に牛頭の脳を摂取させた後に、 天然痘の脳を摂取させ、発病しないことを突き止めた。なお、ジェンナーが我が子に摂取して、効果を実証したとする逸話があるが、実際には、ジェンナーの使用人の子に摂取した。これによって、人類初のワクチンである、天然痘ワクチンが開発され、この牛痘摂取、主痘によって、天然痘を予防する道が開かれた。この方法を、ジェンナーは論文にして、 王立協会に送付したものの無視されたため、1798年に牛刀の原因と効果についての研究を観行し、主刀法を広く公表した。医学界の一部からの反対は根強く残ったものの、牛刀の摂取はそれまでの天然頭の直接摂取に比べはるかに安全性が高い上効果も劣るものではなかったため、この方法はイギリスのみならず、ヨーロッパに芝叩く間に広まり、 以後この方法が主流となった。この電波は急速なもので、ジェンナーの論文は発行翌年の1799年には、ウィーンで、ラテン語に、ハノーファーでドイツ語に翻訳され、翌1800年にはフランス語と、イタリア語、1801年にはオランダ語と、スペイン語、1803年にはポルトガル語に翻訳された。闘病も、ほぼ同時に各国に到達し、 1800年にはフランスやドイツ諸法、スペイン、そしてアメリカで1801年にはロシア、オランダ、デンマーク、スウェーデンで首都が開始された。1805年にはナポレオンが全軍に首都を命じた。さらにスペインは1802年に遠隔地のスペイン領に闘病をもたらす公開計画を実施し、これによってラテンアメリカやフィリピンなど多くの地域に闘病が もたらされた。安全性の高く確実な予防方法が確立したことで、それ以降は天然痘の流行は徐々に消失していった。また、この死闘の開発はワクチン及び予防接種という、薬病への強力な対抗手段を人類にもたらす、きっかけとなった。普及した手刀であったが、この時期の闘病は、人間の腕から腕へと接種する方式であり、闘病が耐える。 危険性や接種の際に別の伝染病に感染する危険性もあるものだった。これを避けるために1840年にはナポリで孔子によって糖病を生産する方式が開発され、1864年にフランスに伝えられたのをきっかけに世界各国へと広まっていったことで首都の安全性は大幅に改善された。日本の医学界では有名な話として 日本人医師による首都成功の記録がある。現在の福岡県にあった秋月藩の範囲である小形春一日がジェンナーの牛頭法成功に遡ること6年前の完成4年1792年に秋月の王将や天野人材門の子供たちに人頭首都法を施し成功させている。福岡県の城朝倉医師会病院にはその功績を称え小形春一日と 天の人材門、そして子供たちが描かれた首都シーンの石碑が置かれている。日本で初めて牛刀法が行われるのは文化7年、1810年のことで、ロシアに拉致されていた中川五郎寺が帰国後に田中忠史右衛門の娘育に施したのが最初である。しかし、中川五郎寺は牛刀法を秘密にしたために広く普及することはなく、 三年後の文化十年、1813年に、ロシアから帰還した急増が、首都内を持ち帰り、広島藩主、浅野人志圏にその効果を進言しているが、全く信じてもらえなかった。その後、1823年に、出島にやってきたフィリップ・フランツ・フォンシーボルトが、牛頭法の知識を伝えたものの、首都内が手に入らず知識の伝達にとどまった。その後、日本で、 本格的に牛刀法が普及するのは、開盟2年、1849年に、佐賀藩の依頼によって、出島のドイツ人医師である夫ゴットリープモーニッケがワクチンを輸入し、佐賀範囲の奈良林高志立ての息子に接種してからで、ある。それまでも何度か、首都内の輸入は試みられていたが、ヨーロッパから直接輸入を試みていたために、輸送途中で首都内が効力を失ってしまっていた。 しかし、モーニッケはすでに首藤が普及し、日本からほど近いオランダ領インドネシアのバタビアから首藤内を輸入したため、輸入に成功した。一旦首藤病が輸入されると、蘭学医の間で首藤内が融通され、首藤は柴叩く間に広がっていった。大阪、敵塾の尾形公安は、治療費を取らず、牛刀法の実験台になることを患者に頼み、資材を投じて、 牛刀法の普及活動を行った1857年には、アイヌの間の天然刀流行を阻止するため、函館奉行の村垣の政が、幕府に、首都のできる医師の派遣を要請し、桑田タリらが派遣されて、大規模首都が行われた。1858年には、江戸において、伊藤原木戸塚政会、大月春斎らの手によって、神田お玉ヶ池に、 首都所が設立された。1876年、明治9年には天然痘予防規則が施行され、幼児への首都が義務づけられた。首都の実施は徐々に世界中に広まっていき、20世紀中盤には先進国においては天然痘を根絶した地域が現れ始め、日本においても1955年に天然痘は根絶された。また、 天然痘は感染した場合、肉眼で判別可能な症状が現れるため特定しやすく、発病及び感染は人のみに限られ、さらに優れたワクチンが存在するといった根絶を可能とする諸条件を揃えた病気であった。こうしたことから1958年に世界保健機関、風総会で、ソ連の生物学者、ビクトル・ジダーノフの提案によって、全会一致で、 世界天然痘根絶決議が可決され、根絶計画が始まった。当初は世界全住民への主導が方策として考えられていたが、医療組織や行政が整っていない発展途上国や人口密集地においてはこれは困難であり、南アメリカ、南アジア及びアフリカにおいては流行が続いていた。中でも最も天然痘患者が多かったインドでは根絶が困難とされた。 こうしたことから1967年に、フーは方針を転換し、開始等に代わって、まず天然痘患者を発見した者に賞金を与え、患者の発見に全力を挙げることとした。天然痘患者が発見されると、その発病1ヶ月前から患者に接触した人々すべてを対象として集中的に指導を行い、ウイルスの電波、拡散を不正で孤立させることで、 天然痘の感染拡大を防ぐ方針を取った。この作戦の期限は10年間とされ、1977年までには天然痘を根絶することが目標とされた。1967年の時点で世界には天然痘の患者が1000万から1500万人にいると推定されていたが、この封じ込め作戦が功を奏し、インドで天然痘患者が激減していった。 この方針は他地域でも用いられ、1970年には西アフリカ全域から根絶され、翌1971年に中央アフリカと南米から根絶された。1975年、バングラデシュの3歳女児の患者がアジアで最後の記録となり、アフリカのエチオピアとソマリアが流行地域として残った。1977年のソマリア人生年の アリマオ・マーランを最後に自然感染の天然痘患者は報告されておらず3年を経過した1980年5月8日空は地球上からの天然痘根絶宣言を発するに至った現在自然界において天然痘ウイルス自体が存在しないとされている天然痘は人間に感染する感染症で人類が根絶できた唯一の例である 人間以外を含む感染症全般では、牛などに感染する牛液が2011年に撲滅宣言されている。1978年に、イギリスのバーミンガム大学メディカルセンターにおいて、微生物学研究室からウイルスが漏洩し、研究室の上階で働いていたジャネット・パーカーが、天然痘を罹患し1ヶ月後に死亡した。 彼女は天然痘により死亡した世界最後の患者であるバーミンガム事件とも言われ漏洩させてしまった研究者は責任を感じ自ら命を断ったという悲劇的なものであった。1984年にフーでなされた合意に基づいてアメリカ疾病予防管理センター CDC とベクターのレベル4施設以外の研究所が保有していた株は全て廃棄された。 この2施設における天然痘株についても破壊することが、風の会議で一旦決定されたが、実際の作業は数度にわたり延期され、2001年にアメリカが株の廃棄に反対する姿勢を明確にしたことで中止となった。しかし近年レベル4施設の設備を備えない不適切な場所においても生きた天然痘ウイルスが発見されており、その管理、 取り扱いが非常にずさんであることが発覚している。千葉県結成研究所が開発し1975年に日本国内で製造承認を受けた天然糖ワクチン LC16 メートル8株は1980年の風の撲滅宣言後に冷凍保存された。2001年同時多発テロ後、備蓄が始まり自衛隊に投与されている。風による 本絶運動により、1976年以降、予防接種が廃止されたが、アメリカでは2011年現在ワクチンを備蓄し続け、またその製造が可能な状態を維持し続けている。日本国内における発生は1955年の患者を最後に確認されていない。国外で感染した患者は1970年代に数例報告されている。 1991年に天然痘ウイルスらヒマ株の DNA 延期配列の解析が完了した。天然痘はかつての伝染病予防法では法定伝染病に指定されていた。2012年現在、感染症法で一類感染症、全数報告対象に指定されている。根絶されたために根絶後に予防接種を受けた人はおらず、 また予防接種を受けた人でも免疫の持続期間が一般的に5から10年と言われているため現在では免疫を持っている人はほとんどいない。そのため生物兵器として使用された場合に大きな被害を出す危険が指摘されており感染力の強さからも短時間での感染の拡大が懸念されている。天然痘撲滅宣言後にもソ連は 天然痘ウイルスを生物兵器として国費に量産、備蓄しており、ソ連崩壊後にウイルス株や生物兵器技術が流出した可能性が指摘されている。ワシントンポスト2002年11月5日号は CIA が天然痘ウイルスのサンプルを隠し持っていると思われる国として、イラク中記事はイラク戦争前のもの、北朝鮮、ロシア、フランスを挙げている。ただし、 イラクとフランスについては可能性はとても高いというわけではないとしている。韓国国防省は北朝鮮が天然痘ウイルスを保持していると分析し、在韓米軍兵士も2004年から天然痘のワクチン接種を受けている。アメリカはテロ対策のため天然痘ワクチンの備蓄を強化し、2001年2200万人分だった備蓄量を 2010年までに全国民をカバーする3億人分まで増やした。風専門家会議は2015年に天然痘ウイルスの人工合成は技術的に可能になったと結論し、天然痘が再び発生するリスクがなくなることはないと報告している。2018年にはカナダのグループがメール注文した DNA 断片を用いて天然痘ウイルスに 禁煙のウマトウイルスの人工合成に成功している。同年にアメリカ食品医薬品局 FDA は初の天然痘治療薬を認可した。動物実験で有効性が証明され、健康な人に服用してもらう試験で安全性が確認されため、テロから国民を守るために認可したと FDA は説明している。天然痘そのものは根絶宣言が出されたが、 サル痘などの類似したウイルスの危険性を指摘する研究者がいる。研究によれば複数の身近な生物が類似ウイルスの宿主になり得ることが示されており、それらが変異すると人類にとって脅威になるかもしれないと警告している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。